シカゴ上空を高架飛行するアメリカ海軍アクロバット飛行隊ブルーエンジェルスアメリカストロング作戦はアメリカ合衆国で新型コロナウイルス感染症に対応する医療従事者等への感謝と激励を送るアメリカ軍による飛行作戦アクロバット飛行隊であるアメリカ空軍のサンダーバーズとアメリカ海軍のブルーエンジェルスが合同で使用都市上空を高架飛行するもので 2020年4月28日から5月中旬まで実施された。KC-10 から空中給油を受けるサンダーバーズの F-16、新アメリカ合衆国では、2020年1月に最初の感染者を確認後、感染拡大が止まらず、3月13日にはドナルド・トランプ大統領が国家非常事態を宣言した。感染拡大防止策の一環で、 航空ショーを含む多くのイベントが中止となり、アメリカ空軍のサンダーバーズ及び、アメリカ海軍のブルーエンジェルスも展示飛行を実施していなかった。こうした状況の中、4月25日に、アメリカ空軍参謀総長、デイビッド・ゴールド・ファイン空軍大将と、アメリカ海軍作戦部長マイケル・ M ・ギルデー、海軍大将が、空海軍合同で、新型コロナウイルス感染症と戦う。 医療従事者、救急隊、軍関係者等の人々へ感謝の意を伝えるアメリカストロング作戦の実施を発表、サンダーバーズとブルーエンジェルスが全米の新型コロナウイルス感染症で甚大な被害を受けた地域で降下飛行を行うことも公表された。作戦の実施にあたっては新型コロナウイルス感染拡大防止に軍を挙げて最大限の注意を払い、 空中給油支援を受けて、地上基地展開を最小限にする対応を取るほか、上員の連動維持、最低飛行時間の確保、継続的な訓練維持が必要なことから納税者に対する追加負担は発生しないとしている。サンダーバーズとブルーエンジェルスによる合同効果飛行は、2020年4月28日に、アメリカ北東部のニューヨーク州ニューヨーク、ニュージャージー州、 ニューアーク及びトレントン、ペンシルベニア州フィラデルフィアで行われたのを皮切りに5月15日までに全米15都市で実施して終了した。オレゴン州会議自動上空を高下飛行するオレゴン空軍州兵の F-15C。ありがとうございます。